10月10日に第1子となる女児を出産していたことを発表した、プロ野球ヤクルトの左腕、高橋刑事投手の妻で元 AKB48 の板野智美が1日、自身のインスタグラムを更新。赤ちゃんのコスプレ風顔出し写真を公開した。板野は、ハッピーハロウィンバタバタしてたらハロウィン終わっちゃったけど更新、と育児など忙しく過ごしたといい。 日付をまたいでの投稿となったが、かわいいアイテムでハロウィンっぽくなりましたわら、ともこもこの帽子とシューズを身につけた赤ちゃんの姿を披露した。わる、フォロワーからは、美人すぎて衝撃です。かわいいです。癒しですね。お顔立ちが優秀すぎますね。天使すぎるー、などのコメントが届けられている。 板野と高橋は19年の春、共通の友人を通じて出会い、今年1月5日に結婚した。